どうもふみっぱの太一です。 ND ロードスターのオーナーがスピンしてしまうっていうんでオーバルを使ってスピンしないレッスンを今回やっていきます。まず最初にお客さんの走行、その後に私の手本走行でお客さんの走行となります。じゃあ滑んないように運転させるけど、その運転が悪いところがあれば指摘すればいいですね。ブレーキがガツンと踏みすぎて、車速を落としすぎですね。もっと優しくて長いブレーキで大丈夫ですよ。はい。最初の減速がちょっと強すぎますね。で、その後ブレーキ離しちゃってるから、フロント荷重が抜けてるっていうかな。ちょっとコーナリングは遅すぎますね。もっと初期のブレーキを同じ位置でいいんで優しくていいです。そう、そのぐらいでいい。で、この辺までブレーキ本当はで、アクセルで、じゃあゴールしますか。あれだとそんなスピンしないと思いますけどね。そうですね、ブレーキ抜くのがちょっと早い、早いですね。あとブレーキが強すぎる、うん、あれだと車速落ちすぎて、はい、早くオーバルを回ればいいですかね。はい、わかりました。ブレーキとコーナリングスピードが多分違うと思う。はい、じゃあ行きまーす。そういえばこれ車ってノーマルでいいんですよね。あ、なんか制御が入ってるな。まあいいけど、この辺からブレーキ踏み始めてこういう感じで曲げて立ち上がると、この辺でブレーキ踏んで、この辺からアクセルを踏んでってブレーキで曲げてって、ちょっと今のは失敗ですけど、ブレーキでアクセルアクセルアクセル全開で、ブレーキでアクセルアクセル全開、こういう感じですね。ブレーキは半分ぐらいですか。3割ぐらいかな、多分の方が、まあ安定的にそこそこの速度で走れると思いますね。多分強いブレーキからオーバルをきれいに回るって結構難しいと思うんですよね。だからあのぐらいの方が姿勢、フロントにガンって姿勢制御入んないから速いと思うんですよね。さっきと同じでだけど奥の方がやっぱ苦手ですね、赤いパイロンの方が。あ、そうですか、うん、じゃあお客さんの走行2本目いきます。さっきよりいいですね。1本目より全然いい。あ、ステアリング、ちょっと今のはブレーキが足んなかったですね。あとステアリング急に切りすぎ、これも今ステアリング 急に切ってアンダーになってますね。なんかリアを出したいような運転になっちゃってますね今のは。出したくないんですけど、なるべくそのブレーキかけずに、ステアリング切ってから軽くブレーキも踏んでるじゃないですか。もっと手前でブレーキ踏んだ方がいいですね。今は進入してってパイロンから入ってって、その先でステアリングを切るとほぼ同時ぐらいに軽くブレーキ踏んでるじゃないですか、うん、踏んでるんで、リアに荷重が横にかかってるはかかってるんですけど、どっちかというとリア側に荷重がかかってるんですよ。なんであれリアが出やすいですね。リアを出したいような運転になっちゃってますね。けど最初よりはいいですよ。うん、なんでもうちょっと手前でまっすぐの状態でブレーキ踏んで、それから横地かけながらそこでブレーキを弱めていくって方がいいですね。途中で緩めたらもうちょんちょんとかやらない、やらないやらない。あとはアクセルで基本は調整ですね。ああいう単純なコースは、コースっていうかコーナーは、はじめどれぐらいコーナーかってみて、どのぐらいしんどくかっていうのをやっぱりこう、そうですね、はい、目で見て判断して操作すると。私なんかは声で聞いてそれを判断してやってますからね。声ラリーだから、横から右さん左さんとかって言われて、それでまあ見た目でコーナーの進入だけは見えますけどね、その奥は分かんないから。それも経験ですよね。経験、うん、練習ですね。まあ元々が上手くなきゃ速く走れないですけどね。お客さんの3本目、ス
テアリングに注目してください。そう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 、そういう運転、ああまだちょっと、まあさっきよりはいいです。縦でブレーキして、そう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 、これこれこういう方がいい。ブレーキちょっとかけすぎ、ほらリアが、うん、そう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 、こっちの方がいい運転。おう、縦でもうちょっと強くブレーキしてもいいですよ。だけど良くなった、少し奥に関しては何だろうな、外側から入れないじゃないですか。曲がりたい方向と逆の方向に進入していくじゃないですか、はいはい、なんでなおさら難しいんですよね、うん、だからあそこはあのまっすぐの状態でもうちょっとブレーキを強く踏んで曲がりながら減速してコーナリングしていくって方がいいですね、はい、